にちは。今日は宇都宮駅東口にやってきました。ちょうどライトラインブリッツェンの車両が走り出しましたね。さあ明日8月26日でライトラインは開業1周年を迎えます。本当にこう振り返ると1年間ってあっという間でしたよね。今日はその前日なんですが、ライトライン開業1周年記念イベントが開催されています。宇都宮駅東口会場、そして車両基地会場と2カ所に分かれて開催されているんですが、美味しいグルメのブースがあったり体験コーナーなんかもありますので、私もいろいろと楽しみながらイベントの様子お伝えしていきます。まずこちら、ライトキューブ宇都宮1階大ホールのステージイベントでは、オープニングセレモニーをはじめ様々な催しが盛大に行われました。佐藤栄一宇都宮市長からご挨拶を申し上げます。皆様方のお力をいただいて、昨年8月26日に無事開業し、そして400万人を突破し、来月9月には500万人となる見込みであります。これらの効果をさらに広めていく、そして安全運行をもとにさらなる精進を図ってまいりたいと思いますが、これで終わりではなくて、これからはいよいよ JR 宇都宮駅の西口、これを通していかなくてはなりません。これによって宇都宮のネットワーク型コンパクトシティ、公共交通のさらなる充実、誰もが自分の力で移動ができる環境に優しい街、宇都宮花街を作ってまいりたいと思いますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。2024年ローレル賞の受賞式に移ります。ローレル賞とは、70年以上もの歴史を持つ全国規模の鉄道愛好者団体鉄道友の会が、通勤車両及び近郊型車両を対象とし、主に技術面で優秀な車両が評価される名誉ある賞となっています。今回のローレル賞、ちょっと特別だったのは、車両が優秀であること、これももちろんでございます。それ以上に大きな社会的インパクト、この宇都宮ライトレールが与えましたこと、これが私ども鉄道友の会の会員の心を打った。日本ではまだまだ LRT はこれからということでございます。そういった状況の中で、こちらの宇都宮ライトレールが LRT のトップランナーとしてますます磨きをかけて、そして日本の LRT が発展する、その牽引者となっていただくこと、これをぜひぜひお願いしたいと、そういう気持ちを込めて、今日のローレル賞をお渡しすることができればと考えております。しようかな。じゃあこのコースター作りが気になるので、ちょっと覗いてみましょう。こんにちは。こんにちは。こちらは大谷石のコースターが作れるんですか？はい、そうです。大谷石の、こういうものがあるので、そちらに好きな素材を貼っていただくようなコーナーになってます。うん、オリジナルのコースターが作れるってすごく思い出になりそうですね。そうですね、今日のためにやる LRT 用の素材も用意したので、はい、多くの方に体験していただけると嬉しいです。結構いっぱいあるので。ですよね。悩みますよ、ね、うん、どれもかっこよくって。じゃあまず真ん中から行こうかな。ここから行きますね。はい、早速ライトライン開業1周年記念バージョンで大谷石コースター作ってみました。
この大谷石の特徴っていうのが、はい、こう水分を吸収する力があるんですけど、じゃあ吸水効果があるからコースターとかにもぴったりなんですね。このオリジナルコースターが作れるのって今日だけですか？はい、一応ベルテラシェっていう大谷にある施設でも、はい、できるようになってます。あ、そうなんですね。で、触ってみてもらうと分かるんですけど、はい、結構しっかり。あ、本当だ、嬉しい。これにおいてたくさん水分を取って熱中症対策していきたいと思います。 ありがとうございました。ありがとうございました。わ、かき氷なんかもある。それからやっぱり宇都宮といえば宇都宮餃子、こちらのキッチンカーもすごく存在感がありますね。あ、ライトラインの餃子もありますよ。ラスでも同じもの販売してます。はい、そうですか。一口で、食べると宇都宮餃子だなと思うんですけど、生地が何だろう、竹炭効果なのか、すごくもちもちしていて、チーズソースも合いますね。すごくなんかこうまろやかになる感じです。おいしい。あ、やっぱり限定メニューがあると吸い込まれちゃいますよね。特別メニュー発見しました。黄金野菜とシーフードのスパイスカレー。こんにちは。この1周年特別メニューが気になるんですけど、このイカスミが LRT の黒を表してるんですか？おー、このメニューカレーって今日限定なんですか？あ、そうなんだ。じゃあどこかに行って食べられるっていうものではないんですね。うわー、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。うわー、おしゃれですね。傘も刺さっててすごい可愛いです。イカスミのところを混ぜていただきたいと思います。おいしそう。いただきます。はい、どうぞ。あ、思ったよりもなんかこう優しい甘みで、後から辛さが追いかけてきて、コリアンダーとかこういうスパイス、うん、香辛料のね、旨味なんですね。クミンとか。いや、すごい行列ですよ。この宇都宮ライトレール LRD のグッズがね、大人気なんですね。すごい、キーホルダーとかファイルとかいろいろな種類がありますね。そして気になるブースたくさんあるんですけど、あそこ宇都宮商業高校と小堀さんのコラボのブースが気になりますね。小堀洋菓子店って宇都宮ですごく人気のお店なんですよね。こんにちは。こんにちは。どうして小堀洋菓子店さんとコラボすることになったんですか？もともと宇都宮商業高校のビジネス研究部での活動なのですが、宇都宮市の活性化に携わりたいと思って、うん、宮レモンを使って開発できることを探した結果、小堀洋菓子店様がご協力していただけるということで、はい、タイアップして進めていました。LRT と同じカラーでまさにコラボ商品にね、今日の日にぴったりですね。はい、2人はもう両方食べました？いや、食べたことあるんですけど、美味しいんで、ぜひ皆さん食べてください。どうでしたか？あ、私もドーナツだけ食べたことあるんですけど、とっても美味しいので、はい、ぜひ食べていただきたいです。はい、わかりました。おLRT、 ミニ LRT が動いてる。すごいですね。なんか街並みみたいな。こんにちは。こんにちは。これは何やってるんですか？西側まで広がった時のジオラマですね、これは。おー、これは宇都宮高校の鉄道研究部の皆さんが作ったジオラマなんですか？そうですね。なんかすごく本格的ですけど、例えばこの東口とかだと、この今在来線が1階にあって新幹線が3階部分にあるので、うん、その真ん中を高架で上がっていって2階部分を通っていくっていう計画がちょっとあるんで、それに沿って作ったりとかしてますね。じゃあ今日この1周年というイベントを迎えていかがですか？いや、来てよかったですね。あと、うん、ジオラマを作って皆さん見ていただいて、はい、よく作ってよかったなと思いますね。うん、やりました。ありがとうございます。ありがとうございます。その他、宇都宮駅東口会場すべてのブースをご紹介したいところなんですが、ライトライン車両基地会場でユニークなイベントがあるので、そちらに参加してきました。ではこれからですね、
なんとライトラインと綱引きをしに行きたいと思います。およそ40トンということなんで、何人くらいでそのライトラインが引けるのか、皆さんじっくり見ていてくださいね。行ってきます。私が参加した組は合計10人でのチャレンジになりました。いや、私たちの組も無事にライトラインの綱引き動かすことができましたよ。なんかね、最初はやっぱりこう動かないので必死に引っ張ってたんですけど、動き出すとこうふわっと動く感じがすごく気持ちよくって楽しかったです。本当にね、今日たくさんの力自慢さんたちがチャレンジしているので、参加してくれた人にちょっとお話聞いてこようと思います。家族で参加されたんですね。お父さんどうでしたか？重かったですね。重かったですね。お母さんはいかがでしたか？重くて大変でしたね。楽しかった？はい、楽しかったです。はい、どうだったかな、僕は。楽しかった。頑張った？うん。ありがとう。綱引きお疲れ様でした。ライトライン動いた？動きました。うん。引っ張った感触どうでした？どうだった？意外と簡単に動きました。お、すごい力持ちだね。楽しかったかな？はい、はい、ありがとう。綱引きどうでしたか？なんか意外とみんなでやったらいっぱいなんか引けた。お、普段ライトラインは乗ったりする？乗ります。今日乗りました。あ、今日乗ってきたんだ、はい、そっかそっか。どうですか、ライトライン乗り心地どうですか？なんか結構気持ちよく、なんか寝る感じもできるからいいと思う、うん、あ、本当ね。今日で1周年ってことなんだけど、これからもね、ライトラインたくさん乗ってね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとう。1日を通して行われたライトライン開業1周年記念イベント、およそ3万人とたくさんの方がお祝いに来てくれました。ライトライン開業1周年記念イベント、本当に終日すっごくいいお天気で、たくさんの方が笑顔で素敵な一日になりました。本当にライトラインって多くの方から愛されているんだなとも感じましたね。ライトライン、これから駅の西側にも延伸するなど、皆さんの生活にさらに溶け込んで頼りがいのある存在になってくれるのかななんて思います。さあ、次回からも LRT の沿線沿い、停留場の沿線沿いを街ぶらしながらおすすめスポットをご紹介していきますね。それでは次回のエル旅もお楽しみに。最後に宇都宮市からお知らせです。10月19日土曜日に中心市街地をコースにしたハイスピードレースが楽しめるジャパンカップクリテリウムが開催されます。開催時間は午後3時40分から4時30分まで。そして20日日曜日は標高差185メートルの小菓子林道を駆け上がる迫力満点のロードレース、ジャパンカップサイクルロードレースが開催となります。開催時間は午前10時から午後2時30分まで。詳しくは宇都宮ジャパンカップ実行委員会のホームページをご覧ください。続いてフードシェアリングアプリハベテのご案内です。ハベテとは店頭で売り切ることが難しい食品をスマホアプリからお得に購入できるサービスです。アプリ内でお気に入り登録するとプッシュ通知で出品を知ることができ、気に入った商品があれば購入決済を行った上で店舗に出向き商品を受け取ることができます。食品ロス削減といった社会貢献も兼ねて、ぜひご活用ください。